さんこんにちは。今回は1990年にゲームボーイ用ソフトとして発売されたラクロアンヒーローズのプレイ動画ではなく、そのリメイク作品の動画です。しかしですよ、1990年の発売からリメイクは一切制作されていないので、リメイクを制作していく動画となります。はい、まずは初めの街ラクロアです。文字はレトロ調を残しつつ漢字を使った見やすいものにしたつもりです。この辺りのお店とか宿屋の処理はまだちゃんと実装できておらず、後から仕上げていく予定です。アイテムゲットの時の効果音は入れてないんですが、原作も音がないので良しとします。武器やアイテムの情報もちゃんと入れなきゃですね。ガンキャノンの塩対応も完全再現です。ケンタウロスモードも再現しています。スクール MZ デフォ機能のただのダッシュです。このハロは話すとピコピコ言ってくっついてくるんですが、再現できてません。
今の設定ではドラクエみたいに仲間が後ろにくっついてくるのですが、原作はマップに一人のままです。はい、何も設定してない飾りです。こっちもセリフだけです。あれ、テキスト打ち間違いかな。多分操作じゃなくて創作かな。原作やったことある方はわかると思うのですが、この時点でラクロアから外に出ると、敵が強すぎて秒殺されてしまいます。ですが安心してください。まだフィールドの敵何も設定できていません。この先のイベントも作れてないので、一旦引き返します。おっとやってしまいましたね。建物の中のデータを入れ忘れてました。さて、気を取り直してもう一度。ちゃんと建物の中も作りました。
フラグ処理など間違いがないか確認しています。この不毛な問答も再現できてます。ここの水門のアニメ再現にむちゃくちゃ悩まされました。結局アニメを1コマずつ描いたので今のところ一番時間がかかっています。落下の処理は難しくてちゃんと再現できてません。毒ダメージの処理も後から作ります。イベント戦闘も実装できてないものがあります。これもそうです。武器装備の設定忘れてました。またやらなきゃいけない作業が増えました。原作ではサザビーが一番手こずった記憶があります。ステータス設定もまだなので戦闘バランスはむちゃくちゃです。現在の制作状況はこんな感じで、戦闘画面や演出も再現していく予定です。不定期ですが次回もお付き合いしていただけると嬉しいです。よろしければ、チャンネル登録と、高評価をお願いいたします。